香織、来てくれてありがとう。足が動かないんだ。ちょっと体を拭いてくれないか。嫌よ。え？なんでだよ。お前は俺の嫁だろ。嫁なんだから、旦那の手助けくらいしてくれよ。私の姉と浮気しておいて、よくそんなこと言えるわね。その時、病室のドアが急に開き、姉のユキが駆け込んできた。香織、違うの。浮気なんかしてない。ユキは必死に私に訴えかけてきた。じゃあ何なの？一体どういうこと？私は彼女を睨みつけながら言葉を待った。相手は私じゃないのよ。浮気相手は？私の名前は香織、38歳の会社員だ。夫の拓也とは結婚してもうすぐ5年になる。私たちはまだ子供がおらず、夫婦2人だけで生活をしている。お互いに働いているが、料理はいつも私がしている。拓也は料理が苦手だし、ここ半年以上はほぼ毎日残業で遅くまで帰ってこない。まあ、私も働いているから週末に作り置きをして冷凍していたものを解凍して品数を増やしているし、この生活スタイルにももう慣れた。金曜日の夜、私は仕事を終えて自宅に帰ると、キッチンで夕食の支度を始めた。つい最近、旅行代理店で昇進し、忙しさは増していたが、その分充実感もあった。家事を終え、ようやく一息つこうとした時、スマホがテーブルの上で震えた。画面を見ると残業中の拓也からのメッセージが表示されていた。今週末、温泉地で出張なんだ。日曜の夜には帰るから。また温泉？私は思わずつぶやいた。拓也の温泉地への出張は最近やけに多い。この前も2週間前に温泉地に行っていたばかりだ。最初はただの偶然かと思っていたが、あまりにも頻繁すぎて疑念が芽生え始めていた。特に気になるのは姉のユキの存在だ。彼女は最近拓也と相談することがあると言って夫に近づいている。他にも私に彼について変わったことはないかとか、やたらと夫について聞いてくるのだ。私たちは姉妹で仲が良かったが、ユキとは特に仲が良く、彼女に裏切られるなんて思ったことは一度もなかった。それでもここ数ヶ月の姉の言動や拓也との関係がどうも気になって仕方がない。思えば数週間前にユキが家に遊びに来た時も、彼女と拓也がリビングで二人きりで話しているのを見かけたことがあった。その時はただの雑談だと思っていたが、二人の親密そうな様子が頭から離れなかった。後日、ユキが拓也に頼み事をしていると言い出し、その頼み事が仕事に関する相談だったというが、今となっては疑わしさが拭えない。最近、拓也の態度も変わってきた。家事は全く手伝わなくなり、私との会話も減ってきている。そして何より、スマホを肌身離さず持ち歩くようになったことが、私の不安をかきたてていた。温泉地への出張ってそんなに多いの？あの人の仕事ってそんなに温泉地に関わりあったっけ？私は独り言をつぶやきながら食器を片付けた。普段は仕事に忙殺され、夫の行動にそこまで深く干渉することはなかったが、最近はどうしても気になってしまう。特に週末に温泉地に行くと言われると、ますます疑念が深まるばかりだ。出張って言ってるけど、本当はユキと一緒に行ってるんじゃないのかな。心の中でそう考え、ふとスマホを手に取り、姉にメッセージを送ろうか悩んだ。しかし、もし自分の考えがただの勘違いなら、無駄に騒ぎ立ててしまうことになる。それでも、心の奥底では何かが違うと感じていた。夜になり、拓也は帰宅したが、彼はいつも通り無表情で、あまり私と話そうとはしなかった。私はリビングで彼の様子を伺いながら、温泉出張のことについて探りを入れようとしたが、彼は私の問いにあまり答えようとせず、素っ気ない態度をとっていた。今週末、どこの温泉に行くの？私は勤めて自然に聞いてみた。〇〇温泉だよ。仕事の関係で調査にね。ああ、あと上司がリフレッシュも兼ねてそこの温泉に行きたいって言ってるんだ。それで俺も付き合わされてるってわけ。
拓也は目をそらしながら言った。リフレッシュね。他に誰と行くの？私は軽い口調で聞いてみたが、心の中は緊張していた。だから、上司と同僚だよ。え？どうしてそんなこと聞くんだ？拓也は少し苛立ったような声で返してきた。別に、ただ最近やたら温泉に行くから気になって。私は素直に答えたが、彼は私の目を見ずに言い訳を続けた。仕事だって言ってるだろう。温泉って言っても仕事での調査がメインだから、リラックスする時間なんてほとんどないんだよ。観光に携わる仕事って遊んでいるように勘違いされるから参っちゃうよ。お前だけは分かってくれると思ってるんだけどな。夫が喧嘩腰になり始めたので、私はそれ以上問い詰めるのはやめたが、心の中の疑念は消えるどころか、ますます大きくなっていった。その週末、私はソファーに腰掛け、雑誌を開きながらも全く集中できなかった。頭の中には、拓也とユキのことばかりが渦巻いていたのだ。姉がどこで何をしているのか、拓也が本当に出張なのか、それが気になって仕方がなかった。そんな中、突然スマホが鳴り響き、私はハッとした。画面には、拓也の名前が表示されている。もしもし、香織。彼の声は弱々しく、どこか痛みに耐えているようだった。どうしたの？私は緊張しながら尋ねた。ちょっと怪我をしたんだ。温泉で転んで足を骨折しちゃった。今、病院にいるんだ。ごめん、迎えに来てくれないか。骨折？本当？私は驚きのあまり思わず立ち上がった。どこの病院にいるの？〇〇温泉の近くの病院だ。すまない、香織。足が動かないからどうしてもお願いできるか？私はすぐに支度をして車に乗り込み、彼がいる病院へ向かった。しかし、向かう途中も頭の中には、ユキが一緒にいるのではという疑念が消えなかった。彼が怪我をしたということは本当だろうが、ユキが関わっていないとは思えない。さらに気になるのは、この温泉地がちょっと前におばの玲子が友達と行くと言っていた場所と一致していることだ。母と電話をしていた時に知ったのだが、玲子おばさんが温泉地に行くからお土産を買ってくると母に話していたらしい。玲子は現在50歳で、祖父母が高齢の時に生まれた子だ。そのため65歳の母よりも私や姉との方が年齢が近い。だから彼女とは家族というよりも姉妹に近い関係だった。そして彼女は元モデルで、今もかなり美人で、いわゆる美魔女と呼ばれるような人だ。そのため彼女もまた拓也に近づいているのではないかという思いがふと胸をよぎる。病院に到着すると、私はすぐに受付で拓也の病室を聞いた。彼の病室に向かいながら、心の中でいくつもの疑念が浮かんでは消えた。もし本当にユキや玲子が関わっているなら、どうすればいいのか。私は真実を知る覚悟ができているのだろうか。その時、私はトイレに入っていくユキの姿を見かけた。え？お姉ちゃん？遠くだったが、あれは確実に姉だ。どうして？やっぱりお姉ちゃんが拓也と一緒にいたの？姉と夫は私を騙していたのだ。私は怒りを抑えながら病室に向かった。病室のドアを開けると、ベッドの上に横たわる拓也がいた。彼の足にはギプスが巻かれ、明らかに痛々しい姿だった。香織、来てくれてありがとう。足が動かないんだ。ちょっと体を拭いてくれないか？彼は弱々しい声で言った。体を拭いてくれって？私は彼を冷たい目で見た。拓也が本当に怪我をしたことは理解していたが、今の私の胸には疑念しかなかった。嫌よ。え？なんでだよ。お前は俺の嫁だろ。嫁なんだから旦那の手助けくらいしてくれよ。私の姉と浮気しておいて、よくそんなこと言えるわね。浮気？ユキさんと？何を言ってるんだ、香織。俺はそんなことしていない。
拓也は驚いた顔で否定した。その時病室のドアが急に開き、姉のユキが駆け込んできた。香織、違うの、浮気なんかしてない。ユキは必死に私に訴えかけてきた。お姉ちゃん、聞いてたの？今病室に入ろうとしたらあなたの声が聞こえて。じゃあ何なの？一体どういうこと？お姉ちゃんがこの病院に先にいたよね。さっきトイレに行くのが見えたよ。それは連絡が入った時にたまたま近くにいてすぐこっちに来られたのよ。それは浮気をしていたからでしょ？いや、やっぱりお姉ちゃんが拓也と一緒に温泉にいたのよね。私は彼女をにらみつけながら言葉を待った。相手は私じゃないのよ。浮気相手は。ユキは震える声で続けた。彼と一緒にいたのは霊子おばさんよ。霊子おばさん？私は信じられない気持ちで姉が言った名前を口にした。おばが拓也と一緒に温泉にいたなんて、どうしても現実感が湧かなかった。何かの勘違いだ。そう思いたかったが、姉の顔は真剣そのもので、嘘をついているようには見えなかった。でも確かにおばが同じタイミングで温泉地に足を運ぶという話は聞いている。それが夫と一緒の場所で二人はそこで会ったということ？おばさんは今どこにいるのよ？それはその隣の病室に。姉の言葉を聞き、私は混乱しながらもすぐに隣の病室に足を向けた。ドアを開けるとそこにはベッドに横たわるおばの玲子がいた。彼女は足にギプスを巻いており、確かに怪我をしているようだったが、その表情は驚くほど落ち着いていた。あら、香織ちゃん、お見舞いに来てくれたの？あれ、どうしたの？そんなに慌てた様子で。何かあったの？玲子は柔らかい微笑みを浮かべながら、まるで何事もなかったかのように話しかけてきた。私はその態度にますます動揺し、心の中で混乱が渦巻いた。どうしたのって？拓也と一緒に温泉にいたんでしょ？一体どういうことなの？何があったの？玲子は一瞬だけ表情を曇らせたが、すぐに笑顔を取り戻し、何でもないことのように肩をすくめて答えた。ああ、そういうことね。それは偶然よ。私も友達と温泉に行ってて、たまたま拓也くんと同じ旅館にいたの。それで私も転んじゃってね。こんな怪我をしたのよ。私はその言葉に違和感を覚えながらも、次の言葉を絞り出した。本当に偶然だったの？偶然が重なって同じように怪我をしたの？本当なの？信じられないんだけど。それに温泉で拓也と会ったことをどうして黙ってたの？香織ちゃん、落ち着いて。玲子は手を軽く振って笑顔を見せた。たまたまよ、ただの偶然。私もびっくりしたくらいだわ。温泉で知り合いに会うなんて珍しいでしょ。でもそれだけのこと。あなたが心配するようなことは何もないわよ。玲子の態度はどこか余裕があり、まるで私が何かを勘違いしているかのような口ぶりだった。しかし私はその落ち着きが逆に不自然に感じられた。どうしてこんなにも平然としていられるのだろう。でも、私は声を震わせながら言った。本当に何もないって言えるの？私、最近ずっと拓也が変だと思ってて、まさかおばさんが。香織ちゃん、考えすぎよ。玲子は微笑みながら私の言葉を遮った。あなた疲れてるんじゃないかしら。仕事で忙しいし、ちょっとピリピリしてるんだと思うわよ。でもね、本当に心配するようなことはないの。私も拓也くんのことは家族としてしか見てないわ。私はその言葉に一瞬だけ安堵しそうになったが、どうしても完全には納得できなかった。彼女の態度にはどこかしら違和感が残っていた。玲子の言葉に嘘が含まれているかどうか確信は持てなかったが、心の中で警戒心が消えることはなかった。それに姉が言っていたのは、玲子おばさんが夫の浮気相手ということ。
姉がその場しのぎの嘘をついたとでも言うのか。一体真実は何？あなたも疲れているでしょ？少し休んだらどうかしら。あなたが心配しているようなことはないの。彼は姪っ子の旦那、私は義理のおば。それ以上のことはないから安心して。玲子は続けてそう言いながら優しく微笑んだ。私はそれ以上何も言えずその場を離れた。しかし心の中では何かが引っかかり続けていた。本当に偶然なのか、拓也とおばの関係は本当にただの家族なのかと。病室を出た後、私はすぐに廊下で待っていた姉のユキと目を合わせた。彼女の顔には私と同じように疑念と不安が浮かんでいた。お姉ちゃん、私とおばさんの会話聞いてた？あの態度何かおかしいと思わない？でも玲子おばさんは何もないって言ってた。ただの偶然だって。香織、聞いて。ユキは私の肩に手を置き、真剣な表情で言葉を続けた。実は私、彼らのことを少し調べてみたの。あまりにも怪しかったから。そしたらいくつかの証拠が出てきたの。証拠？私は驚いて彼女を見つめた。そう、彼らが一緒に温泉に行っていた証拠。しかもただの偶然なんかじゃない。予約の履歴や二人が一緒に写っている写真まで見つけたのよ。香織、これは偶然なんかじゃないわ。彼らはずっと一緒に計画的に動いていたの。その言葉を聞いて私は震える手でユキのスマホを受け取り画面を確認した。そこには拓也と玲子が親しげに話している写真や温泉旅館の予約履歴のスクショが残っていた。二人は私が知らない間に何度も一緒に出かけていたのだ。これ本当なの？私は目の前の現実が信じられず震える声でつぶやいた。本当よ。ずっと怪しいと思ってたけど、ここまでだとは思わなかったわ。ユキは深い息を吐き出しながら言った。でもお姉ちゃん、どうしてこんなものを持っているの？どうやって証拠を集められたの？私、定期的にあなたの家に行っていたでしょ？それで仕事の相談をしながら、拓也さんのパソコンを自然な流れで借りたの。そこで隙を見て予約の履歴や写真を入手したのよ。おばさんとも定期的に会っていたりしたんだけど、その度に拓也さんのことを褒めていたり、やけに彼のこと詳しかったりして怪しいと思ってね。だからずっと探りを入れていたのよ。そうだったんだ。姉が拓也と仲良くしているように見えたのはそういうからくりがあったようだ。私は姉が私を裏切っていなかったことがわかり、ほっとした。香織、もう我慢する必要なんてない。玲子おばさんも拓也もあなたを裏切っていたのよ。その瞬間、すべての疑念が確信に変わった。玲子がどれだけ言い訳をしても、もう信じる理由は何一つない。私は姉と共に再び玲子の病室に向かう決意を固めた。玲子の病室に戻ると、彼女はまだベッドに横たわっていた。私が戻ってきたことに気づくと驚いた顔を見せたが、すぐにその顔はいつもの落ち着いた表情に戻った。あら、香織ちゃん、どうしたの？何か用かしら？それに、ゆきちゃんまで一緒に。玲子は穏やかに尋ねたが、その目は警戒心を含んでいた。私はスマホを握りしめ、玲子の前に進み出た。玲子おばさん、もう嘘をつくのはやめて。私たち全部知ってるの。あなたと拓也が一緒にいた証拠も、何度も温泉に出かけていたことも。これを見てもまだ何もなかったって言えるの？そう言いながら私はスマホを彼女に見せた。そこには二人が親しく一緒に写っている写真がいくつもあった。玲子はその画面を見た瞬間、目を見開いた。しかしすぐに表情を固め、ふてぶてしい笑みを浮かべた。ああ、そんなことまで調べてたのね。でもそれがどうしたっていうの？ただの写真じゃないの？ただの写真？私は怒りに震えながら言い返した。これは裏切りの証拠よ。あなたが私の夫と浮気していたっていう決定的な証拠。玲子は肩をすくめて笑った。大げさね。
浮気だなんて言わないでよ。彼が私を頼ってきたのよ。あなたが忙しすぎて彼を放っておいたんじゃない？それを私がちょっと慰めてあげただけの話じゃない。慰めた？私はその言葉に愕然とした。それが理由で浮気をしていいっていうの？浮気？大げさだわ。ただ少し一緒に過ごしていただけよ。あなたが気づかないのが悪いんじゃない？玲子は開き直り、悪態をつき始めた。玲子おばさん、どうして？私は言葉に詰まりながらも、彼女の冷淡な態度に言葉を失った。玲子は冷たく笑い、香り、あんたもいい加減、自分のせいだって気づいた方がいいわよ。彼をこんなに追い詰めたのは、あんた自身なんだから、と吐き捨てた。その瞬間、私の中で何かが切れた。すべてが玲子の言い訳だったと理解し、私は彼女に向かって叫んだ。もういい。あなたも拓也も二度と私の前に現れないで。私が玲子の前で怒りを爆発させた瞬間、病室の扉が音を立てて開いた。驚いて振り返ると、そこに立っていたのは私たちの母、和子だった。彼女は厳しい顔で私たちを見渡し、特に玲子に対して鋭い視線を投げかけた。香織、ここは病院だからもう少し静かにしなさい。母は私に小さくそう言ってすぐに玲子の方に目を戻した。玲子はその瞬間少し焦った様子を見せたが、すぐにまた冷静さを取り戻し、いつもの優雅な笑みを浮かべた。和子姉さん、どうしたの？そんな怖い顔をして。玲子は軽く笑いながら母に向かって声をかけた。しかし母の厳しい表情は変わらなかった。玲子、あんたが香織に何をしたか、ユキから全部聞いたわ。母の声は冷たく、そして怒りを含んでいた。香織を裏切って家族をめちゃくちゃにして恥ずかしくないの？昔から浮気して周りに迷惑をかける癖、治っていないのね。どれだけ自分勝手なの？玲子は一瞬ひるんだが、すぐに肩をすくめて言い返した。裏切ったなんて大げさだわ。香りが勝手に騒いでいるだけよ。拓也くんが寂しがっていたから、ちょっと相談に乗ってあげただけ。それ以上でもそれ以下でもないわ。相談？それが何度も温泉に行く理由になるの？母は一歩前に踏み出し、玲子を睨みつけた。嘘をつくのはもうやめなさい。家族の夫に手を出しておいて、そんな軽い言い訳で済むと思ってるの？何も手なんか出してないわ。玲子は笑いながら言い訳を続けたが、その声には明らかに焦りが見え始めていた。ただちょっと楽しい時間を過ごしていただけよ。浮気だなんて大げさすぎるわ。楽しい時間を過ごしていただけ？私はその言葉を聞いて再び怒りが湧き上がった。それで私に何も言わずにこそこそと拓也と会っていたの？あなたのせいで私たちの関係が壊れたのよ。玲子は眉を潜め冷笑を浮かべた。香織、あんたが仕事ばかりして夫のことを放っておいたんじゃないの？私が彼に手を出したんじゃないわ。彼が私を頼ってきただけよ。その瞬間、母が声を荒げた。いい加減にしなさい、玲子。母の声はいつもより厳しく、玲子もその怒りに反応して少したじろいでいた。あんたはいつも自分勝手に生きてきたけど、今回ばかりは許さない。私の大事な娘にこんなひどいことをして何のつもりなの？和子姉さん、落ち着いてよ。私は何も悪いことなんかしてないわ。玲子は笑いながらそう言ったが、その顔はどこか引きつっていた。彼女はいつも自信に満ちた態度を見せていたが、今は明らかに動揺していた。黙りなさい、玲子。母は強く言い放ち、玲子の目をじっと見据えた。香織は私の娘よ。ユキと香織は私の宝物なの。私の娘を傷つけることは私に喧嘩を売っているようなものよ。玲子は目をそらしながら、そんな怒らなくても。
香織が勝手に勘違いしているだけよ。私は何もしてないし、と弱々しく言い返したが、その言葉はもはや説得力を持っていなかった。その時、廊下の方から新たな足音が聞こえ、病室のドアが再び開いた。現れたのは、松葉杖をついた夫の拓也だった。彼も足を骨折しているため、辛そうな表情を浮かべながらゆっくりと歩いてきた。お母さん、どうしたんですか？拓也は弱々しい声で尋ねた。彼の目は私を捉えたが、その視線にはどこか怯えが含まれていた。拓也、霊子おばさんと一緒に何をしていたの？私は冷静さを取り戻し、彼に向かって問いかけた。もう逃げられないという覚悟が私の中で固まっていた。拓也は一瞬言葉を詰まらせたが、すぐに霊子の方をちらりと見てから答えた。いや、何も。本当に何もしてないんだ。ただ一緒に温泉に行っただけで。一緒に温泉に行っただけ？上司と同僚と行くって言ってたわよね。私は彼の言葉を遮り、怒りを込めて言った。どうせ何度も一緒に行ってたんでしょ？偶然だなんて言い訳はもう通じないのよ。お姉ちゃんが全部調べてくれたの。ユキさんが？拓也は驚いた表情を浮かべた。何を調べたって言うんだ。あなたたちの旅館の予約履歴も一緒にいる写真も全部手に入れたの。あなたがお姉ちゃんにパソコンを貸してあげた時にね。私は言葉を噛みしめながら伝えた。そんな。もう隠し通せるわけがないのよ。全部バレてるの。拓也は青ざめ、玲子の方を再び見た。しかし玲子はすでに開き直った表情で彼に向かって冷たく笑った。あら、もういいじゃない。言い訳なんてやめなさいよ。全部バレたんだから、もう正直に話しちゃえば。拓也はその言葉に動揺し、さらに口を閉ざした。そして私に向かって、ごめん、香織、と弱々しい声で謝罪の言葉を漏らした。玲子は冷たく笑いながら、ほら、終わりよ。彼も認めたわね。だからこれ以上何を責めたって無駄よ、と言い放った。無駄？私は玲子を睨みつけた。あなたが私の家族を壊しておいて無駄だって。何もなかったみたいに全てを片付けられると思ってるの？玲子は再び冷笑を浮かべた。そうよ、彼が私を頼ってきただけ。香織、あんたがもっと彼に構ってあげていれば、こんなことにはならなかったんじゃない？その言葉が私の胸に突き刺さったが、同時に怒りが燃え上がった。私が悪いなんて言わせない。浮気をした方が悪いに決まってるでしょ。どうして私が責められるの？いいじゃない、もう。あんたもこれで彼を解放できるんだから。私たちはただ少し楽しい時間を過ごしただけなんだから。でもこれから堂々と一緒にいられるし、みんなハッピーじゃない？玲子は開き直った態度を崩さず、さらなる悪態をつき始めた。私はその言葉を聞き、もう一度強い決意を胸にした。わかったわ。これで終わりにしましょう。あなたたちとはもう二度と関わらない。それが私たちの結末よ。私の最後の言葉が病室に静かな余韻を残し、空気が一瞬張り詰めた。玲子は一瞬言葉を失ったかのように私を見つめていたが、すぐに冷たく笑いながら肩をすくめた。いいわよ、香織。そういうつもりなら好きにすれば。玲子は軽蔑するように言い捨てた。どうせ私はあなたやユキとは親子ではないし、血のつながりはあれど他人のように生きたって何の問題もない。拓也くんともうまくいってなかったんでしょ？だったら私がこれからの人生を拓也くんと生きるわ。だって彼って結構稼いでいるんでしょ？香織と拓也くんのマンション結構いいマンションだもんね。かっこよくて若くて稼ぎもいいって最高じゃない。意気揚々と喋るおばに対し、拓也は沈黙したまま私に視線を向けることすらできなかった。彼は松葉杖を支えにして立っていたが、
その姿は無気力で、言い訳をする余裕さえ失っていたように見える。私はそんな彼を見ても、もう何も感じなかった。彼に対する怒りも失望も、すでに私の中では冷え切っていた。母が再び口を開き、玲子に向かって厳しい声で言った。玲子、あんたがこの家族を裏切った以上、もう二度と私たちの前に顔を出さないでちょうだい。あんたのやったことは許せない。姉妹としての縁を切るわ。お姉ちゃん、いつからそんなに偉そうになったの？玲子は母に向かって冷笑を浮かべた。私はただ自分の楽しみを見つけただけよ。誰も傷つけるつもりなんてなかった。それを香織が騒ぎ立てただけじゃない。もういいわ、玲子。あんたには何を言っても無駄だということが分かったわ。自分が正しいと思うなら勝手にそうすればいい。でも私たちはあんたとはもう関わらない。これで最後よ。玲子は鼻で笑い、無言のままベッドに横たわった。彼女は完全に開き直り、自分の行動に何の反省も見せていなかった。それがかえって私にとって決定的な別れの瞬間となった。私は最後に拓也を見た。彼は相変わらずうなだれ、目を閉じたまま立っている。すでに言い訳をする気力も失っているようだ。彼が何を感じているのか、もはや私にはどうでもよかった。彼との関係は終わりを迎えたのだ。何を言われても、もう戻ることはない。拓也、あなたにはもう何も期待していないわ。私は冷静な声で言った。これで終わりよ。私たちは離婚する。これ以上無駄な関係を続けるつもりはない。彼はその言葉に反応し、ようやく顔を上げたが、何も言わずに私を見つめた。その目には後悔の色が浮かんでいたが、それはもう私にとってはどうでもいいことだった。そして私は母と姉と共に病室を後にした。心の中はすでに冷め切っていたが、どこか解放された気持ちもあった。拓也や玲子に対して感じていた怒りや憎しみが一気に消えていくのを感じる。これ以上彼らに関わる必要はもうないのだ。その後、私は離婚手続きを進め、すぐに拓也との縁を切った。弁護士を通じて手続きを行い、拓也は私に対して何も反論せず、淡々と離婚が成立した。彼はすでに自分が失ったものの大きさを理解していたのかもしれないが、それを取り戻す力はもう彼には残っていなかった。玲子はその後、家族や親戚から完全に疎遠にされた。彼女がしたことが広まると、親戚たちはみんな彼女に対して冷たくなり、誰も彼女を助けることはなくなった。彼女がどれだけ強がっても、周囲の人々は彼女を信じなくなり、孤立していった。さらに玲子には想定外のことが起きた。それは玲子と拓也の生活についてのことだ。玲子は私と拓也が築いていた豊かな生活を見て、彼がエリートサラリーマンだと勘違いしていた。彼の生活ぶりから裕福で安定した収入を持っていると信じ、浮気を通じて自分もその恩恵に預かろうとしていたのだ。離婚すれば拓也と一緒になり、自分も贅沢な生活ができると安易に考えていた。しかし実際にはそうではなかった。玲子が一緒に住むようになって初めて彼女は拓也がそこまで稼いでいないことに気づき、驚愕することとなったのだ。拓也の月々の給料では分割して支払う慰謝料とギリギリの生活費を賄えるだけだ。今までの裕福な生活の実態は私の稼ぎによるものだったのだ。実は私は仕事で昇進し収入が増えていた。だから私の出世が家計を支えている状態だった。しかし玲子は私が忙しくしている間、拓也が仕事で成功していると思い込み彼を頼りにしていた。そのため離婚後に現実を知った彼女の驚きは大きかった。拓也は私への慰謝料の支払いに追われ、生活費を捻出するだけで精一杯だった。贅沢なんてできる余裕は全くなかった。玲子は拓也に頼って自分の慰謝料も負担させようと考えていたが、
拓也にそんな経済力はない。この現実に玲子は焦り始めたようだ。生活費が足りない、贅沢な生活ができないという焦りから彼女は私に連絡をしてきた。ある日、玲子から私の携帯にメッセージが届いた。香織、ちょっと話があるんだけど聞いてくれないかしら。不安そうな内容だったが、私はもう彼女に情けをかけるつもりはなかった。私は冷たい態度でそのメッセージに返信した。何か用ですか？すぐに返事が来た。ちょっとお願いがあるの。実は私たちが生活するのが少し厳しくて。慰謝料の件について私も支払い義務があることは分かっているけど、少し待ってもらえないかしら。その瞬間、私はスマホを強く握りしめ深い息をついた。彼女が自分の立場を全く理解していないことに腹が立ったが、冷静を保ちながら返信した。待つつもりはないです。あなたも拓也も自分たちで起こした問題に責任を持ってください。私は容赦しません。慰謝料はきっちり払ってもらいますから。玲子はすぐに返信してきた。お願い、もう少しだけ待ってくれない？拓也も大変そうだし、私も今はちょっと。私は彼女の焦りと弱気な言葉を無視し、さらに冷たく返信した。待つ理由がないわ。拓也が稼げていないのはあなたも知っているでしょう。私が生活を支えていたのよ。あなたは自分の幻想に騙されていたの。現実を見て。慰謝料はきっちり払ってもらうわ。もう甘やかすつもりはないから。玲子の最後のメッセージは短く、分かったわ、とだけ書かれていた。その後、彼女から連絡が来ることはなかった。彼女が望んでいた裕福な生活は夢物語で終わったのだ。拓也は経済的に余裕がなく、玲子も同じ運命をたどることになった。私がかつて感じていた怒りや憎しみは冷たく消え去っていった。彼女が自ら招いた結果に対して何の同情も湧かない。私は自分の新たな生活を楽しみ、もう過去にとらわれることはなかった。玲子と拓也は自らの選択の代償を支払い続けることになったのだ。新しい生活を始めた私は自由を満喫している。母や姉と旅行に行ったりして、家族仲良く幸せな時間も過ごせている。毎日が輝いて見えるようになり、心から笑える瞬間が増えた。過去にとらわれることなく前向きに歩んでいけるという喜びが今の私の全てを支えている。拓也も玲子も、もう私の人生に関わることはない。彼らがどうなろうと私には関係ない。大切なのは私がどれだけ幸せを感じられるか、それだけだ。これからも私は前を向いて生きていく。私の幸せは私自身が作り上げていくのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。離婚届は届いたか？ええ、今私の欄を書いてるところよ。そうか。だったらそれはお前がすぐに出しておいてくれ。俺はもうすぐ再婚する予定なんだよ。やっぱりあんなクズとはさっさと別れるべきだった。私は自分の決断の遅さを悔やんだ。子供たちに離婚することを告げ、私はさっさと離婚届を出しに行こうとした。だがそれを二人に止められた。まだその時ではないという。その件はさ、一旦俺たちに任せてくれない？私の名前はひとみ、50歳の会社員だ。長年同じ会社に勤めているので、気がつけばベテランで役職も部長になっていた。夫の高志との間には、ケントとサトシという双子を授かった。夫は大学時代のサークル仲間で33歳の時に再会し、それから交際が始まって結婚に至った。大学時代は私が先輩だったため、向こうは敬語だったが、私のことを慕ってくれていたようには思う。そして再会してから何度か飲みに行くようになり、その時に私に憧れを持っていたと聞いて驚いた。それから私も彼に惹かれていき、頻繁に会うようになって付き合いが始まったのだ。交際を始めてから1年後に結婚し、幸せな日々を過ごしていた。順調に結婚生活を送り、35歳の時に男の双子が生まれた。
仕事をしていたため預けることが多かったが、幼稚園に通い始めてからは私の母が頻繁に家に来て面倒を見てくれるようになった。子供たちは非常に優秀で、すぐに言葉を話せるようになったし、字もきれいに書いて覚えるのが早かった。それを見て少し驚きを感じたが、私は純粋に嬉しかった。家庭でもいろいろなことを教え、小学校に上がる前には漢字も早めに覚えさせた。自分から進んで学びたがっていたので、どんどん教材を与えて勉強を好きなようにさせたのだ。そんな子供たちの優秀さを見た担任からとある提案を受けた。それは IQ を調べるもので、ネットで無料で試せるそうだ。私はテストを受けさせようとしたが、たかしはなぜかいい顔をしなかった。以前は二人のことを自慢げに語っていたのに、どうしたのだろうかと私は疑問に思った。そんなことさせて何を知るって言うんだ。何も役に立たないだろう。この頃から私とたかしとの間で子供たちに対する感覚のズレが生じた気がする。夫は反対していたが、私は子供たちにテストを受けさせた。知っていて損はないし、無料だから別に受けてもいいと思った。そして結果はとんでもないもので、 IQ は2人揃って140を超えていたのだ。へえ、俺たちってすごかったんだ。これって普通なんじゃないの？何言ってるのよ、2人ともとってもすごいことなのよ。まあまあ、母さん落ち着いてよ。はしゃぐ私を小学生の双子が注意する。そんな中、ちょうどたかしが帰ってきた。お父さんにも教えてあげようよ。うん、そうだね。2人は夫の元に駆け寄る。お父さん、これ見て。長男のケントは結果をプリントアウトした紙を見せる。 IQ140 だったよ。たかし、すごいでしょ、あなたも褒めてあげてよ。しかしたかしは何も言わない。ねえ、あなたったら。ああ悪い、風呂に入ってくる。夫の反応はちょっとひどいと思った。そしてそれからは意図的に子供たちを避けるようになったのだ。子供たちが成長するにつれて顕著になり、最近私たちはたかしと初めて大きな衝突をした。それは二人が高校受験を控えた時のこと。別に家から近い高校でいいだろう。何言ってるのよ、この子たちはすごい優秀なのよ。だったらそれをもっと成長させられるいい環境を選ぶべきよ。私がそう言うと、夫はため息をついた。ああ、お前さ、この際だからはっきり言わせてもらうけど、子供に肩入れしすぎだぞ。頭がいいからって何だって言うんだよ。さすがにこの発言には我慢ができなかった。あなたは子供たちの将来をより良いものにしようと思わないの？子供なんて勝手に育つだろう。お前少しおかしいぞ。おかしい？何がおかしいって言うのよ。お前が何をしたいのかわからないんだよ。あなたね。私がそう言った時、子供たちが居間に入ってきた。もういいよ、俺たちは高校なんてどこでも。ケントの言う通りだよ、俺たちは気にしてないから。そういうことじゃないの、この人はあなたたちに嫉妬してるのよ。私がそう言うと、夫は顔を潜めた。はあ、なんだよそれ。本当のことでしょ。だって普通の親は優秀な子供のことを誇りに思うもの。嫉妬以外に何があるの？だったらこの件はお前に任せる。好きにしたらいい。ちょっと、まだ話は終わってないわよ。たかしは私の言葉を無視して家を出て行ってしまった。それから家族の関係はどんどん崩れていくことになった。最終的に高校は二人が希望する近所の高校に進学することになった。私が好きな学校を選んでいいと言ったのだが、そうしなかった。私たちを気遣ってその選択をしたのだろう。とても申し訳ないと思ったが、そうなった以上、私にできることは二人を見守ることだけだ。高校に進学してから、たかしは子供たちと会話することもほとんどなくなっていった。明らかに避けている態度に、私はイライラが募っていった。あなたさ、最近子供たちと全然会話してないんじゃないの？必要な時は話をしてるさ。それにしたってもっと。っていうか、あいつら俺を下に見てるだろ。何言ってるのよ、そんなわけないでしょ。いや、絶対にそうだ。本当にムカつくよ。そんな、夫が勝手に思っているだけだろう。それから何度もたかしにもっと二人とコミュニケーションを取るように説得したが、すべて無駄だった。母さん大丈夫？ええ、大丈夫よ。全然そうは見えないけど。あ、ごめんね、なんでこうなっちゃったのかと思ってね。父さんのこと？うん。母さんはさ、お父さんのことは好き？え？いきなり何聞くのよ。
ちょっと気になっただけだよ。私だって子供たちが何を考えているか全てが分かっているわけではない。お母さんが幸せなことが俺たちの幸せだからさ。私は子供たちの言葉にハッとさせられた。こんな風に気を使わせていいものだろうか。私は家族仲良く楽しい生活を過ごしたかった。子供たちのためにも父親はいた方がいいと思っていた。だがそうではなかったようだ。私が仕事であることも大事だということはどこか抜けていた気がする。そして子供たちは高校生になった。そんな中、たかしの行動はどんどんひどくなっていく。単に話をしないだけでなく、家に寄りつかなくなったのだ。平日は夜遅くに帰ってきて、休日になると朝早くから出かけていく。あなた本当に仕事で忙しいの？土日も一日中いないじゃない。何をしようと俺の勝手だろ。誰がこの家を支えていると思ってるんだ。そういう話をしてるんじゃないわよ。何が言いたいのかわからないのか。夫は私をバカにするような態度をとってきた。私は切れやすい方ではないが、さすがにイラッとしてしまう。この際だから言わせてもらうけどさ、お前どんどん醜くなってるよな。お前みたいな奴に憧れてたなんて俺の黒歴史だよ。私だってあなたがこんな男だと思わなかったよ。なんだと？もう一度言ってみろ。何度だって言ってやるわよ。あなただって出会った頃の方が何倍もかっこよかったわ。今なんて太って見た目も悪いし、口も悪いし、性格もひどいし、いいところなんて何一つないわ。うるさい。お前が俺をバカにするのは許せない。そう言って夫は手に持っていたグラスを私の方向に投げつけた。グラスは壁にぶつかり割れて飛び散った。中に入っていたビールも飛び散り、壁と床が濡れている。何やってんのよ、信じられない。うるさい、そこ掃除しておけよ。夫はそう言って家から出て行った。私は絶句して呆然としながら床に散らばる割れたガラスの破片を眺めていた。お母さん大丈夫？うわ、ガラス。すぐに掃除しないと。あ、怪我するからいいよ。お母さんが掃除するから。子供たちの声にハッと我に返り、私はほうきを用意した。私がガラスを拾い集めて捨てると子供たちは雑巾で床と壁を拭いてくれた。どんな言葉をかけられようが、すれ違おうが、私は家族団らんで過ごす日々を夢見ていた。そのわずかな希望にすがりたかった。だがその日はもう来ないかもしれない。とりあえず母さんは休んだ方がいいよ。うん、そうだよ。母さんはよく頑張ったよ。あとは俺たちに任せて。え？どういうこと？家のことだよ。私は家事のことだと思った。さすがにこの精神状態で家事はできない。ごめんね。それじゃあ先に休ませてもらうわね。私はそう言って寝室に行き、ベッドに横になった。目を閉じると扉の外で子供たちが何やら話している。具体的な内容までは聞き取れなかった。そのまま私は眠りについた。それから少し経って私は目が覚めた。厳密に言えば、たかしの大きな声で起きた。私は慌てて声のする方に向かった。リビングでは自分のスマホがないとたかしが叫んでいた。おい、ここにあったスマホは？私が知るわけないでしょ。だったらお前も探せ。すると子供たちが目をこすりながら起きてきた。こんな朝から何してるの？大きな声がするから起きちゃったんだけど。お父さんのスマホがないんだって。スマホ？うん、ケントとサトシ知らない？いや知らないよ。そもそも父さんがいつ帰ってきたのかもわからなかったし。いいから探せ。夫はものすごい焦っていた。スマホがなくなったら焦るのはわかるが、それにしても尋常じゃないくらい焦っているように見えた。しかしいくら探しても見当たらない。するとケントが声を上げる。ソファーの下にあったよ。ソファーをどかすと確かにそこにスマホはあった。うわ、もうこんな時間かよ。夫はそう言って逃げるように出て行った。家を出るのを確認するとケントとサトシは笑っている。何か面白いことでもあったの？いや、別に何でもないよ。ただかなり焦ってたなと思っただけ。まさかスマホを探すという日常の風景があんなことにつながるとは、この時の私は知る由もなかった。ほら、二人とも遅刻するから早くご飯食べちゃいなさい。それからまた月日は流れ、子供たちは高校3年生になった。いよいよ大学受験が迫っている。確か今日は模試の結果が出る日だった。どうだった？ん？ああ、オール A 判定だったよ。
さすがね。まあ俺たちはこのくらいは余裕だよ。子供たちは二人とも模試が全部 A 判定だった。難関大学も全然合格圏内で本当にすごいと思った。私は二人の学費を賄うために密かに貯金をしていた。正直言えば、たかしは頼りにならなかったから毎月専用の口座に給料の一部を入金していた。これで子供たちがどこの大学に進学しても問題なく学費が支払えるだろう。だがそんな中、私はあることに気づく。二人分の学費のために貯金したお金がきれいに引き出されていたのだ。え？どういうこと？引き出された日付を見ると一週間前になっている。その日はたかしが帰省すると言って義実家に行っていた日だ。私はすぐに義母に電話した。もしもし、お母さんですか？あら、ひとみさん、久しぶりね。どうしたの？実は一週間ほど前のことなんですが、気になったことがあって。電話してよかった。結論から言うと、たかしは実家になど帰っていなかったのだ。突然電話してすみませんでした。いいのよ。ケントたちを連れてまた遊びに来てね。はい、もちろんです。私はすぐに家に帰り、夫の帰りを待った。そして2時間後、夫が帰ってきた。待ってたわよ。ああ、ただいま。1週間前だけど、どこで何してたの？え？確かその日は実家に。嘘ね。私は食い気味で指摘した。お母さんに電話して聞いたの。そしたらうちには来てないって言ってたけど。それは。じゃあお母さんが嘘ついたってこと？違う。じゃあ何？その日は友達に誘われて。正直、夫がどこにいたなんてどうでもよくなっていた。大事なのはもう一つのことだ。それよりももっと聞きたいことがあるの。あなた私の口座からお金を引き出したわね。ああ、なんで俺がそんなことしなきゃならないんだよ。このカードから引き出されたみたいなんだけど。私はキャッシュカードをたかしに見せた。するとすぐに目をそらしたのに気づく。あら、動揺してるみたいだけど何か心当たりがあるの？そんなわけないだろ。俺はそんなカードなんて知らない。そっか、じゃあ誰かが私のカードを盗んで勝手に預金を下ろして使ったってことね。警察に相談するしかないわね。私がそう言うと、たかしは慌てて真実を語り始めた。どうやら全額使ったわけではないらしい。それでも下ろしたお金のうち200万円ほどは使っていた。話によると、私の口座のパスワードは私がお金を下ろすときに見てメモっていたらしい。頼む。警察はやめてくれ。それじゃあ全額返してね。わかったよ。必ず返す。来月には返すから。もし約束を破ったらわかってるわね。それからたかしはおとなしくなった。そして約束の日にはちゃんと全額返ってきた。それから受験までもう1ヶ月を切ったある日のこと。ついにたかしは今までのことが吹き飛んでしまうくらいの問題を起こした。ねえ、父さんって今どこで何してるの？最近家に寄りつかなくなってない？それは私と子供たちの3人で食事をしている時だった。子供たちがそう質問をしてきた時、ちょうどたかしが現れた。おい、俺の分はあるんだろうな。一応あるけど。そうか、じゃあ用意してくれ。私は黙って夫の分を準備する。子供たちは久しぶりに顔を見せた夫を警戒して黙り込んでいた。ケント、最近学校はどうだ？別に普通だけど。サトシは？俺も普通かな。一見すると単なる親子の会話だが、こんな場面を見たのはいつ以来だったか。たかしは笑顔で二人に話しかけているが、子供たちの目は死んでいて、味噌汁をかき込むように食べている。はい、あなたのよ。私はその話を遮るように夫の分の料理を並べた。その間に子供たちは食べ終わったので、私は部屋に戻るように促した。おい、まだ話してる途中だっただろう。あなた一体何のつもり？ああ？ただ子供たちと話をしたかっただけだよ。今までコミュニケーションを避けてきたあなたがいきなりそんなことするなんておかしいでしょ。本当にそれだけだって。その後、夫は黙々とご飯を食べて寝てしまった。それからは早く帰ってくるようになり、私は夫に不信感を抱いた。その2日後、私は誕生日だったのだが、夫は予想外の行動に出てきたのだ。誕生日おめでとう、ひとみ。なんとそう言って花束を渡してきたのだ。それは黄色いバラの花束だった。え？ありがとう。ケーキも買ってきたからみんなで食べよう。食べ盛りの子供たちもいるからホールケーキを買ってきちゃった。そうこうしている間に子供たちが帰ってくる。
母さん、誕生日おめでとう。これ俺たちからのプレゼント。私は夢でも見ているのだろうか。夫から久しぶりに優しくされ、子供たちも楽しそうに私の誕生日を祝ってくれる。これは私が望んでいた家族団らんだ。夫はやっと反省したのだろうか。これからまた幸せな家庭を築けるのかもしれない。だが翌朝、たかしの姿はなかった。昨日は隣で寝ていたはずなのに。すぐに起き上がり家中を見て回ったが、どこにもいない。まさか家を出て行った。私が呆然としていると、サトシが勢いよくドアを開けて今にやってきた。母さん、ずっと気になってたんだけど思い出したよ。昨日の黄色いバラだけど、あれって嫉妬とか愛情の揺らぎみたいな意味があったんだよ。そうなの？でもなんで私に嫉妬するの？それはわからないけど、父さんいなくなったんだろ？その瞬間、捨てられたのだと理解した。昨日は最後の晩餐的な意味だったのかもしれない。もしかしたら私の誕生日まで待って作戦を練っていたのかもしれない。そして高志はいろいろなところに根回しをしていたようで、後日会社から呼び出された。その理由は私が不倫をしていたということだ。とりあえず丁寧に説明したことで誤解は解くことができた。家に帰ると今度は義母から電話があった。あなた、なんてことをしたの？不倫なんて最低よ。待ってください、そんなことするわけないじゃないですか。もういいわ、今後一切関わらないでね。義母は一方的に電話を切った。たかしから電話があったのは2週間後のこと。離婚のことなどもろもろを考えている時期だった。元気か、今までありがとな。あなた、なんてことしてくれたの？ここまでお前たちを養ってきたんだ。俺は自由になっていいだろう。養ってきたとはどういうつもりだろうか。私だって働いているし、むしろ夫よりも稼いでいる。子供たちもさ、本当は別の男の子供じゃないのか。もう怒らないから正直に言ってみろよ。これ以上あの子たちを侮辱しないで。出て行きたいなら好きに出て行けばいいわ。言われなくてもそうするよ。夫は高らかに笑いながら電話を切った。そして数日後に離婚届が届き、また夫から電話がかかってきた。離婚届は届いたが。今私の欄を書いてるところよ。そうか、だったらそれはお前がすぐに出しておいてくれ。俺はもうすぐ再婚する予定なんだよ。驚いただろ、お前よりも15歳も下の美人だ。へえ、よかったね。なんだよ、驚かないのか？別に驚かないわ、あなたが何をしようとどうでもいいし。まあいい、それじゃな。そう言ってたかしは電話を切った。やっぱりあんなクズとはさっさと別れるべきだった。私は自分の決断の遅さを悔やんだ。子供たちに離婚することを告げ、私はさっさと離婚届を出しに行こうとした。だがそれを二人に止められた。まだその時ではないという。その件はさ、一旦俺たちに任せてくれない？絶対に後悔させないから。こんなことをまだ未成年の子供たちに任せるのは気が引けたが、二人はこれ以上ないほど真剣な顔をしていた。有無を言わさない様子で、私は自然と首を縦に振ってしまっていた。それから一週間後に再婚した報告と結婚式の招待状がたかしから届く。本当に最低な男だ。すると子供たちがそれを見てある提案をしてくる。母さん、俺たちが大暴れして敵を取ってくるから。何をする気？大丈夫だって、ちゃんと考えもあるし問題ないから。顔を見合わせて笑う息子たちに私はゾッとした。何せ二人は双子であり、その IQ は140なのだ。意思疎通が完璧な上に知能が高い。もしかしたら高志はそれを恐れていたのかもしれない。だが私ももう覚悟を決めた。あなたたちを信じるわ。その代わり立ち直れないくらい徹底的にやって。ああ、任せてよ。そして結婚式当日、息子たちは生き生きした様子で結婚式場に行った。私は式場の前で車を止めて待機だ。次男のサトシはご祝儀袋を持っていた。どうやら何かサプライズがあるとのこと。それから2時間ほどが経っただろうか、サトシから電話があった。もしもし、何かあったの？うん、むしろ今からトラブルになるかも。ビデオに切り替えるね。すると画面には披露宴の様子が映っている。母さん、見えてる？ええ、見えてるわよ。じゃあこれから暴れまくるからよく見ててよ。
何が起こるのだろうとドキドキしながら見ていると、どうやらこれから新婦が両親に手紙を読む場面のようだ。おそらく後ろの大きなスクリーンには写真などが映し出されるのだろう。だが新婦が手紙を読もうとした瞬間、スクリーンにはたかしとどこの誰かもわからない女の行為が映し出される。しかもよく見るとそれは新婦ではないのだ。さらに動画が進むと次々と新しい女が映し出される。なんて気持ち悪い男性でしょうか。最終的にこの5人の女性と関係を持っているようです。動画には息子たちのナレーションが入っていた。母さん、見えた？ええ、でもこんな動画いつの間に仕込んだの？まあ隙を見つけてね。でもまだ続きもあるよ。すると動画は一気に雰囲気が変わった。私はそれがケントとサトシだと声ですぐに分かったが、お面をつけて顔を隠している。新郎の男性は今から結婚しようというのに、新婦以外の5人の女性と関係を持っている最低の野郎です。しかしそれではありません。この男は従婚している犯罪者です。ここで私は気づいた。ケントたちがなぜ離婚届を出さないように言ってきたのか、きっとこのためだったのだろう。動画が終わると式場はまさにパニック状態だった。新婦がタカシにつかみかかり、今にも殴りそうだ。じゃあ最後の仕上げといくか。すると子供たちはタカシの元に歩いていく。これはお前たちの仕業か。いや、父さんは怒る側じゃないでしょう。そうそう、非難は浴びる側だよ。ちなみにこの様子は母さんもビデオ通話で見てるよ。母さん、何か言ってあげて。あなた惨めね。まあ最低なクソ野郎にはぴったりの結婚式だったんじゃないかしら。じゃあケント、満足したし帰ろうか。そうだな、サトシ、母さんも待っているし。画面の端に義母もちょっとだけ映っていたが、この世の終わりのような表情だった。まあそれも自業自得だろう。子供たちは満面の笑みで車に帰ってきた。お疲れ様、すごかったわね。おかげでスカッとしたわ。でもあの映像はどこから持ってきたの？ああ、あれは。子供たちの説明を聞いて私は驚いた。まずケントはタカシが家にいない時に何をしているのか気になったらしく、それを把握するために自分でアプリを開発し、スマホがなくなったとタカシが騒いでいたあの日にタカシのスマホの中にインストールしていたらしいのだ。でもよく気づかれなかったわね。父さん寝たらなかなか起きないから簡単にスマホを奪えたよ。しかもそれだけじゃないんだよ。スマホのデータをパソコンに引っ張ってこれるようにしたんだ。そしたら不倫の証拠がたくさんあって笑ったよ。本当にこの子たちはすごい。翌日、タカシが怒った様子で家にやってきた。おい、なんだよこれは。タカシが持ってきたのはご祝儀袋だった。ああ、中身見てくれたんだ。タカシが持ってきたのは浮気相手の写真と連絡先を書いた手紙だった。どうやらそれを義実家に送っていたらしい。よくもやってくれたな。おかげで家を追い出されたんだぞ。父さんの自業自得だろ。そうね。そもそもあなただって私の職場に嘘を流したでしょ。無駄だったけど、名誉毀損で訴えてもいいからね。で、何しに来たの？俺たちはまだ夫婦なんだよな。昨日ケントが重婚だって言ってただろ。ああ、それね。残念だけど昨日出したわ。あなたと私はもう赤の他人だよ。もちろん慰謝料はちゃんともらうけどね。ふざけんなよ。全部台無しにしやがって。ふざけてるのはそっちでしょ。どうせ結婚相手からも訴えられてるから私のところに来たんでしょう。タカシは確信をつかれたのか口をパクパクしている。ああ、そうだ。それに犯罪者だもんな。ケントが横からそう言って笑う。サトシも同情して、捕まりたくなかったらさっさと帰った方がいいよと言って笑った。タカシは悔しそうにしながら逃げるように帰った。それから私は弁護士を通して元夫と不倫相手たちに慰謝料を請求した。タカシはボロいアパートに暮らしながら給料のほとんどを慰謝料と養育費に回さなければならず、極貧生活を送っているらしい。本当に自業自得だ。一方で子供たちはそれぞれ第一志望の大学に進学した。私は相変わらず仕事を頑張っており、子供たちの学費も問題なく支払えている。これからも私は子供たちのために一生懸命働き、彼らの成長を見守っていこうと思う。
最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。